まず、背負い上げに関して引き手の使い方、釣り手の使い方、そして足の運び、腰の回転、あとは腰の下ろし方、まあ、そういうふうにいろんな手順が、まあ、一瞬にして合わさって一つの背負い投げという技ができるんですけども、私の場合はまず引き手、これはしっかりと、私は結構浅いところにします。浅いところを持ってしっかりと常に技に入る前から相手の引き手は下に下ろすようにしています。これは少しでもこの自由な形が一番入りやすいですけども、相手に釣り手を取られている時でも、相手を繋いで釣り手を取られている時でも少しでも落とす、下にすることによって引き上げる。この上げる時にしっかりと手首を返して、親指が下に振ります。私の場合はよく基本的には低い背負い投げが得意で、お互いにこう低い背負いでこうなっているところで入ります。この引き手っていうのをしっかりと生かさないと、よくある失敗っていうのはこういうふうに下についちゃう。で、自分がこう回転するスペースを、自分の体を回転するスペースを作れずに、こういう失敗っていうのがよくあるので、なるべくこの少しでもいいから、この引き手で自分の回転するスペースを作るように、ちょっとしたこの開きっていうのが大事なので、引き手をしっかりと引く。何度も言うように、私のイメージとしては、手の甲が見える、親指が下、小指が上のイメージプラス、この肘ですね、肘を上に、引き上げる。前に引くっていうイメージよりも上に上げる。で、この時に自分の頭ですね、頭がそんなに位置は変わらないけども、相手の脇の下に潜っていく。これはもう低くなっても一緒です。決して自分の顔が自分の体より前に突っ込まない、そういう形で引き手を使います。この引き手っていうのはなるべく大きく、先ほど言った通りしっかり手首を返して、肘を上げるようなイメージで、そしてこれも手術で、この状態で背負い投げ引き手入るんですけども、なるべくこの伸びた腕、離してる方がちょっと分かりやすい。で、この伸びた腕をなるべく最後まで伸ばしたまま、振り上げたこの引き手、ここをなるべくこの距離、自分の私の体とこの引き手の距離っていうのをしっかり伸ばした、ここが伸びたままで伸びる。で、最後投げるときに、腰の回転、下半身の大きな回転と、この引き手、そして伸ばしたまま上から下に引き落とす。低い背負い投げに関しては、相手を上から下に引き落とす。そういうイメージを持っています。釣り手に関しては基本的に、力を入れるとき、そして力を抜くときっていうのをすごく大事に考えています。で、常に相手っていうのの相手の体のバランスを感じたり、
そして相手の体勢を崩したり、まあ、すごい重要なので、私の場合は、なるべく上の方を持つように。上の方を持つようにして、そして常に相手のこの、ここですね、に自分の小指、小指が中心に、この2本から3本が当たるように、なる相手がこう引き手を落として、ここの間合いを作ってきたとしても、なるべく自分がつけて、ここで圧力をかけながらタイミングを見て、はい、その分、力みを少なく、入る瞬間は柔らかく、一度、大げさに言えば、横に振って、はい、この動作、これをいかに柔らかく、速く、この引き手と、引き手と釣り手のこの使い方、このままこういくんじゃなくて、一瞬でもいいから、拳をつけて、パーンと押して、パーンと押した後に、はい。こういう使い方をします。釣り手、これはすごい重要です。そして釣り手を使って、相手を、の相手の動きを止めたり、相手のバランスを崩したり、また相手の反応を利用する。そういう意味で、私はなるべく、そのね、自分の力っていうのをダイレクトに伝えやすいようになるべく釣り手っていうのは上を持つようにします。で、上を持つことでプッシュもできる、相手を落とすこともできる。これが少しでも下になると全然自分の圧力が伝えられない。いくら動いても相手は崩れない。だからこういうふうにしてそれを伝えやすいように上を持って、そしてそれをまたね、より伝えやすくするために、ここの自分のこの拳ですね、拳に関しては常にここに持っておきます。だから多分私はずっと今打ち込みも投げ込みも組み手もやってるので、もう彼はここはもうすでにすごく赤くなってる。でもそれぐらい常につけてる。でつけることによって相手はやっぱ圧力を感じる。押す時もそう。だからこそ欲しいた時にずれちゃう。そういう力を利用します。常に押す押す押す。で入る時には少しね、下に引いて、プッシュして引いて、で今っていう瞬間に真横なのか、その時によって少し上なのか、軽くですね、もうこれでいいです。力を入れずに肘と手首を使って、ね、柔らかく、開いてこのね、柔道着の遊びというものがあるので、この、ね、柔道着がこうひらひらする、こういうのを使って開いた分、早くこの状態からストレートに行くんではなく、下に落として肘も使って、そしてはい、だからこう釣り手で、ね、すごくもう肩に力が入って、でも力んでたらそれはできません。でなるべくこの部分だけグッと自分の体重をかけるように。ただここに力みはないわけ、力みはなくして、そして肘が前に来るまで回す。小指、薬指、そして中指、しっかりと巻くようにして、
こういう形で、釣り手を使います。なるべくね、その釣り手っていうのを釣り手の上を持つというその重要性っていうのをお伝えしたんですけども、どうしても相手は引き手で、相手の引き手は落としてくる、この状態でもちろんこう一回離してリセットするのも OK ですけども、私の場合は普段の練習からなるべく一旦切るということはまたスタートに戻る、また組み手争いから始まる、それをなるべくも避けるために練習中というのは落とされて、あ、嫌だな、ここはちょっと自分の力伝えづらいな、技に入りづらいな、そういう時でもなるべくね、切らずに、切らないままで、これも一緒ですね、相手前に出ながら、こういう形で小指、そして人差し指、細くで、おまけで親指、使いながら、切らないままで前に出ながら、落とされてるけども、こう肘をね、下から、脇を締めて、肘を下から上を持っていく。もしくはそれが厳しかったら、今度は自分の肘を上げて、そして今度は人差し指ですね、と親指を使いながら、肘を上げたままで、そして上まで這うように。上げていって上まで行った時に落としてプレッシャーかけて、こういう練習っていうのもちょっと自分の中で その組み手の微調整をするときにはすごく役に立ちます。あと足の運びとしては、まずなるべくですね、自分の回転力、特に低い背負い投げっていうのはいかに早く相手の下に潜り込むかというのが大事なので、その腰から下の回転力ですね、これを強めるためにやっぱ相手との距離っていうのを、入るときに一歩目が近かったらなかなか綺麗に回れない、いかに早く大きく綺麗に回るかって考えたときには、相手と入る距離っていうのをある程度十分に保つ、そして、これも大げさかもしれませんけども、この2歩目、これをもう蹴り上げるぐらい大きく、こうコンパクトじゃなくて、1歩目をしっかり踏み込んで、2歩目を。蹴るような、後ろにちょっとだけ蹴り上げるような感じで、2歩目で回転力を増す。だから1歩目も大事。1歩目で少しね、自分の前傾、前傾を持って、ここで安定を、腰を安定させた中で、これを蹴り上げて、ドーンと。私の場合は背負い投げに入るときに、大体 1,2,3 のリズムで入るんです。低い背負い投げに関しては1歩目が前手がここに行ったとして 1,2 少しこの次足は深めに入ります。1、そして3でこの足を引き寄せる。顔が、顔とか背中が反らないように、頭は先ほど言った通り自分がここに潜るようなイメージ、ここで固定して、でね、中には背負い投げする選手でも1、ほとんどこの1歩目と1が変わらない選手もいます。1、このスタイルの時はやはりこう大きく出すのはちょっと厳しいかな。しっかりと入って2で蹴り上げて、少し後ろでバランスが取れるんですよね。これを蹴り上げて、ここはちょっと難しい。
こういう場合でも、だから1歩目を深く入れば、それが、ね、大きく回せば詰まっちゃいます。自分がしっかりと回るスペースがなくなるので、少し浅くてもいい。相手の体勢によってはちょっと、まあね、入る浅さというよりも多少ね、こっち側になっちゃう時もある。その時でもしっかりと相手とまだ1歩目踏み込んだ時はしっかりと距離がある。で2歩目でこれを大きく使って回り込む。で最後にこの足を後ろに寄せて相手の股の中に入っていく。そして3で最後はしっかりとこの伸ばしたこの引き手で相手を。まあ、背投げによって、背投げもこれも選手によって形が違うんですけど、こう相手のね、しっかりと脇の下に肘を入れるっていう、まあ、こういう教え方をする選手もいますけども、私の場合は脇の下というよりもなるべく入った時に肩が後ろに残らないように、ね、相手によってやっぱすごく体幹が強いとか、ね、強い投げがバレた時に失敗してこういうふうに肩が残っちゃうときもある。これをした場合っていうのは後ろに返される可能性もある。で私の場合は、まあ、失敗、基本的に失敗すると思ってます。技っていうのはで10回かけて1回成功したらいい、そう思ってます。だから失敗のしたときの返されないリスク、また肩をね痛めないためのリスク回避として、なるべくここじゃなくて最初の時点で肘は脇の下じゃなくて少し相手の肘よりここまで、形としては入った時に自分の私の肘が自分の肩より、ね、前に、自分の頭よりも前に、そういうイメージを見ます。こう脇の下に入れるんじゃなくて、最初から手首もしっかりと回して小指からしっかりと回して、こう、こういう感じです。あとはね、私が、まあ、普段の、まあ、練習、ランドリー稽古、一連の練習が終わった後に、道場に残って一人で、やってた練習の中で一人打ち込みっていうのをやってました。それが、まあ、本当に普通に一人で入る打ち込みなんですけども、よくね、いろんな選手が一人打ち込みやってます。例
ただそれはね、もうウォーミングアップような感じで、こういう感じで入ってるのはよく見かけるんですけど、まあ本当にね、その形で人を投げれるのかと。私が大事にしたのは、あくまで目の前に本当に相手がいる。相手がいて、本当に一本一本投げるという意識でやってました。だから自分が普段、自分の野村の背負い投げとして意識しているこの引き手の使い方、しっかりと、ね、手首を返して大きく上に使う、大きく上に引き上げて、ね、肘も含めて引き上げて伸ばしたままね、目の前にこう近くじゃなくてここに持ってくる。釣り手もしっかりと組んで柔らかくして、なるべく突くっていう動作、開くっていう動作、そして最後巻くっていう動作。踏み込んでしっかりと回して、1、2、1、3、そして入った時にしっかりと肩幅で真正面に入っているか、そして最低限腰をしっかりと落としているか、この全ての体の動き、背負いに必要な体の動きというのを自分の中でずっと意識しながら、最初は難しいけど、何度入っても何度続けても同じです。これをどんどん繰り返し繰り返しやってました。ただ本当にもう動きね、本番でもそうやってそこまで入れるように、一人だからできる動き、相手のこう相手の圧というか体重を感じずにできるからによ、できることによってこうやってね、いろんな意識でもってできるんで、私はそうやってイメージの中でしっかりと自分の背負い投げっていう動きを作っていきました。